いや、前田選手ずれましたね。ここで勝負する。さあ岡田、うん、これは来ないのか。アウトバウンズになりまして、これでやっと届けましたね、はい、これでオフィシャルタイムアウトです。ボールがリングを通過しないっていうような時間帯ですよね。ですからまずは第4クォーター、京都まずは得点というところで一旦一息つきたいんですが、笹山高谷周りを見ます。まだウォールといってね、はい、全員胸見せてるんですけど、はい、このウォールが効いていましたけれども、このリバウンドはあどうだ、そうです、ね、ももに入ったとか、はい、そういうことだったかもしれないですね、はい。さあちょっと画面手前にいる佐渡原の動きも注目しましょう。入り込んでくる、はい、今佐渡原選手がシュッとゴール下に走り込んだんですけど、はい、騙されないというかついていきました。岡田の動き通した、まだ来ない、入らないですね。アーロン・ヘンリー、ここへ笹山、お空いたところ、笹山高谷、いや京都止めたいですが、と継続して得点を重ねたい。ナイスリバン、そして分厚い FE 名古屋のディフェンス、ライトかわしてコーナースリー、ようやく来た、来ましたね。今日の前節佐賀の土曜日もこんな感じですよね、はい、佐渡原、いや足痛いんですよね、大丈夫ですかね、はい、いやでもこの表情を見てると形がうまくできてライトのスリーポイントの生んだわけなんですが、やり続けてますが、いやFE 名古屋もそこはダブルチームで行きました。佐渡原のファールです。京都といえば先ほど岡選手が言ったリジェクト、はい、まあ、それをやるとファールっていうのは増えてくるので、はい、フリースローで加点っていうのも今期待できますね、はい、トップの位置からの3、いや入ってますよ。さあライトの3ポイントでオフェンスをしていきます。ライトに預ける、さあ岡田が画面の奥に行きながらライトが侵入してくる、持っていく、いやーここでライトの連続得点、はい、これもリジェクトっていう、右から見せ行くと見せかけて左にコースを変えて逆にスクリーンをするっていうね、はい、ちょっと2対2自体のこの方向性を変えましたよね、うんうん、今京都はタイムアウト後、はい、明けですね、はい、まあ、そのあたりからこの、はい、ね、京都かけていくところでライトにファールがありました。ここもついていく、ジェレミー・ジョーンズかわして、あくまでも外を狙ってくる笹山高谷、リバウンドは FE 名古屋です。加えてルースバン選手のミスマッチをうまく探してるんですけど、はい、京都のローテーションがすごく速いので、はい、そうですね、あ京都がリバウンドを取って集中力を高めます。まあ、おそらく体感的には5分にも6分にもここから感じることでしょう。落ちる、高い守りが復活した名古屋ですが、これはさあここも京都はついていく、アロンヘンリーリバウンド自分で拾った、自ら持っていった、いやスリー選択しますかね、ライト選手、マシューライトのスリーポイントが来るのか、ここで来るのか、大きく弾んでアウトオブバウンスにはならなかった、取ったー、FE 名古屋の高い守り、ここにあり、